浦の星女学院ラジオ、ラブライブサンシャイン、アクア、浦の星女学院ラジオ、ゴーリンバーン。皆さん、ダイヤホー、ダイヤホー、黒沢ダイヤ役小宮梨沙です。よろしくお願いします。リトルデーモンの皆さん、おはよはね。おはよう、よろしく。だからよはねよ。いやありがとうございます。津島よしこ役愛犬こと小林ゆかです。よろしくお願いします。あれ、声変わっちゃった皆さん、こんちか。こんちか。それでいきますよ。はい、カンカンみかん。はい、カンカンみかん。みかん、みかん3つ目で揃うことある。カンカンみかん、ありがとうございます。高見知佳役アンちゃんこと稲見アンジです。よろしくお願いします。スクールアイドルアクアとしてそのままいく。輝きを目指してがむしゃらに駆け抜けていく9人の少女たちのストーリー、それがラブライブサンシャイン。この番組はそんなラブライブサンシャインのことをより広くの人に知ってもらうためにアクアメンバーが全力で頑張るピーするスクールアイドルメンブラちゃんです。あれ、ルフィちゃんだった皆さんもスクールアイドルになったつもりで一緒に番組を盛り上げてください。よろしくお願いします。なんなのこれ誰から始まってんのこれ。もうグーから始まってます。グーから始まってるよね。グーはわりかし普通に挨拶したよね。うそリンだよリン。うそだって小宮梨沙ですって言ったもん。ダイヤフォーのとこだけで私そこで引っ張られちゃったか、うん、おもろい伝染をしてるやないか、はい、ありがとうございます、はい、ということでございますけれども、うん、まずはね、はい、3月5日6日と、うん、埼玉ベルーナドームで開催させていただきましたアクアシックススラブライブくるくるロックンロールツアーサニーステージ、はい、参加してくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。で、詳しい感想は次回以降でたっぷり紹介していきますので、うん、お楽しみに、はい、メールもね送ってください、うん、よろしくお願いします。さあ、そして、うん、お知らせが、うん、新情報が、いやもうすごい量だったね。総量でしたね。何いっぱいいいんですか。本当ありがたい、うん、いいんですかね。もう膨大な量をお知らせさせていただいて、うん、改めておさらいこの後させてください、うん、でね、今日更新日3月9日ですよ、うん、サンキューの日です。サンキュー。Thank you。 いいね、サッカー部感ですよ今。サンキューサンキューの日だし、うん、私たちが、はい、こうコラボさせていただくアーティストコラボパートナーの初音ミクちゃんの、はい、ミクの日でもあるんです。ミクミクだね。サンキュー、うん、サンキューありがたいことですよね。嬉しい、ねえ、うん、まあ、そんな話もね、うん、触れていけたらと思いますんで、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブサンシャインアクア浦の星女学院ラジオ 1,2 のサンシャイン。ラブライブサンシャインアクア浦の星女学院ラジオ、この番組は2017プロジェクトラブライブサンシャインの提供でお送りします。ラブライブサンシャインアクア浦の星女学院ラジオ、ジュービンパー。くるくるロックンロールツアーサニーステージでたくさんの新情報を発表させていただきましたので、改めておさらいしていきましょう。はい、まずはラブライブシリーズとパリーグのコラボが決定、はい、これはすごい、すごくない、こんなことあるんだ、めちゃくちゃびっくりあれ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 びっくりだよ。嬉しいね。はい、そしてラブライブサンシャインはですね、埼玉西武ライオンズと千葉ロッテマリーンズの2球団とコラボします。すごい、こちらは今後の展開をお楽しみにということで待っていてください。はい、続いて、はい、アクア6周年イヤーのプロジェクト、はい、We are Challenger プロジェクトの最新情報、うんうん、アクアロックンロールリアレンジアルバム制作決定。素晴らしい、ロックンロール、はい、これね、みんなももう聞いてるもんね、うん、ちょこちょこね、うん、そうそう、2箇所回ってきましたけど、どの曲が、そう、どの曲がどうなるかだよね、うんうん、そうそうそう、ライブでも話したけど、恋役のアレンジすごい好きだったんだよな、うん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 、ロックンロールで、
意外とあこれ聞きたいとかみんなのね、うん、なんか話とかも聞けたらいいと思ってますんで、うん、続報を、うんはい、楽しみに。はい、じゃあ続いて、うん、はい、3月9日でございますけれども、うんうん、初音ミクちゃんとのアーティストコラボ続報でございます、うん、アニメーション PV 付きシングル、うん、バンザイデジタルトリッパーズ、うん、2022年8月24日発売決定。おー、おー、おめでとう。いよいよ、いやー、これはすごいことだよね。めっちゃ楽しい。いや、わかる。そうなんだよね。楽曲はみちえむさんでございまして、うんうん、私もすごい好きな曲を、うん、手掛けてらっしゃる方で、うんうん、それこそビバハッピーとかは、うん、イメージ近いかも、アクアの、うん、そうそうそう、すごい好きな曲なんだけど、うんうんうん、昔から聴いてて、なんか、うん、いい意味でさ、どんどんこうやっていろんな人と枠を超えて、うん、ご一緒できるようにね、もっともっと頑張っていきたいなって思うよね。大事よね。でみちえむさんの楽曲とかも聞いて、うん、どんなの来るかなっていう、そうだね、リリートモローとかもいい曲なんで、うん、なんかそれぞれ聞いてもらって楽しみに待っていただけたらいいんじゃないかなと思っております。お願いします。はい、6周年イヤー、本当に新しいチャレンジが盛りだくさんなのですが、うん、次にやってくる、うん、7周年も止まっていられません、はいはい、ということでアクア7周年プロジェクトが始動いたします。うん、まずはアクアクラブ2022の開設とアクア7周年プロジェクトテーマソング CD を収録したアクアクラブ CD セット2022の発売が決定しました。うん、すごい2022、はい、発売日はですね、もちろん、うん、アクア結成記念日の2022年6月30日でございます。うん、これすごいよね、ずっと継続してるじゃない ねえ、ありがたい、すごいことだよ。最初始まった時この1年だけなのかなとかさ、うんうんうん、この2年だけなのかなと思ってたけどさ、うん、意外と、ね、なんかこう続けてこれるのがすごいこと。しかも毎年なんかアクアもめちゃめちゃチャレンジしてるよね、このシリーズとか。そうだね、ジモアイもやったし、そうだね、PV も撮って、うんうんうん、ね、今年はどんなシリーズセットになるのか分かんないですけど、チャレンジをやめませんね。チャレンジしたいですね、まだまだ、はい、頑張っていきたい。チャレンジが来るのか、はい、うん、ではでは続いて、はい、うん、地元沼津でのファンミーティング開催決定でございます。日程は2022年8月11日木曜日、13日土曜日、14日日曜日でございます、うんうん、会場はキラメッセ沼津、うん、いつもありがとうございます、ありがとうございます。どんなイベントになるのかは、うん、続報を楽しみに、ね、はい、そっか、11日がね祝日だからね、うんうんうん、3日間ってなくない、あんまり。そうだね、大体土日空いて3日間なんだ、うんうん、そうだね、うんうん、いつも土日だけど、うんうん、割とどんなファンミーティングになるのか楽しみでございますので、はい、よろしくお願いします。さあそしてもう一つ、うん、とってもすごくて、はい、とっても嬉しい情報です。アクアシックスライブ追加公演 in 東京ドーム開催決定でございます。追加公演で、追加のレベルじゃないのよ、もう。なんか公演名ね、こちらアクアシックスラブライブくるくるロックンロールツアーウィンディーステージとなっておりまして、日程は2022年6月25日土曜日、26日日曜日、会場東京ドーム、あー、そして出演はアクア、そして浦の星交響楽団の皆さんがいらしてくれます。ありがとうございます。やっぱね、東京ドームといえば、うん、浦の星交響楽団の皆さんと一緒にね、そうだね、披露させていただいてましたから、うん、また成長した姿でね、うん、アクアの9人で楽しめばいいなって思う ね、うん、また6月のさ、そうなんだよね、結成日近いから、ちょっとまた、ほぼ結成日でいいよね。いや、そうだよ、だって結成日に一番近い6月だもん。そうだよ、そうそうなんだよね、嬉しいよ本当に。いや、めちゃくちゃすごいことなんだよな、ね、東京ドーム2回目っていうのが、うん、普通じゃないよね、もうね、1回立てることが奇跡だからね。そうそうそう、それがまさか2回、そうかって、いや嬉しいよ、嬉しいね。なんかオーシャン、サニーと来て、ウィンディ、風です、風、ウィンディ、風です、風です、すごいね、風を巻き起こさないと飛ぶんかな、え、飛ぶんか、ついに飛ぶんかな、飛ぶんか、富谷さんから言い出さないってあたり、ちょっと飛びそうですね、うん、リコちゃん飛ぶんかな、リコちゃんも飛ぶの、あれみんな飛ばそうとしてる、みんな飛ぶかな、見たいけどな、好きだってって言いながら一人ずつ好き
きだって9人分の好きだってをもらってね。あそこ本当は3回しかないじゃん、好きだってが9人分にしてもらってね。9回分あるかもよ、してる、好きだって、しゅだそれは見たい、見たいよね、やだ見たいよ、怖すぎる、好きで飛び立っていくの怖好きすぎて飛んじゃう、好きすぎて飛んじゃった伝えたくなっちゃうから、ね、そう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 、確かに空も飛べる気持ちにはなっちゃうね、確かにね、すごいな、ちょっと見たい、楽しみにね、はい、また本当にどんなことが起きるかまだ分かりませんから、ね、私たち一瞬も、ね、楽しみに待っていただければと思います、はい、そして東京ドーム公演の開催に伴う嬉しい情報もございます、はい、まずは東京ドーム公演テーマソング制作決定、うん、楽曲タイトルは何度だって約束、うん、4月13日水曜日発売です。こちらにはですね、うん、東京ドーム公演のチケット最速先行抽選申し込み券も封入されていますので、うん、お見逃しなく、はい、はい、ありがたい、ね、サンキューフレンズ同様ですね、うん、ではでは続いて、うん、はい、オーケストラ生演奏楽曲リクエスト投票実施決定、おじゃあ東京ドーム公演にてアクア9人楽曲全曲の中から1位に選ばれた楽曲を裏の星交響楽団の生演奏でパフォーマンスという、すごいですね、すごいね、リクエストで決めちゃうぞというコーナーでございますね、現在投票受付中でございます。投票は4月の17日までということでございます。いっぱい曲あるよ。そうなのよ、どうする、いっぱいあるね。でもまあオーケストラで、そうやっぱオーケストラで生演奏ってところが結構、うん、ポイントでございます、うん、ね、だからオーケストラに合う楽曲ってなんだろうな、うん、それでアクアの中で歌ってほしい曲、東京ドームで歌ってほしい曲ってなんだろうなって選んでもらえたら嬉しいです ね、うん、そうだね、何が来るかちょっとワクワクするな、ワクワクする、わかんないね、そう本当になんか、うん、ドガーンと盛り上がるなのか、うん、それともこうしっとりなのか、うん、でも結構違いがあるわけじゃない、うん、生放送、あ、生放送や、生演奏のならではのね、うん、なんか楽しみをここでも皆さんと一緒に作れたらいいなと思いますんで、ね、よろしくお願いします、ぜひ投票してください。4月17日までです、うん、よろしくお願いします。続いてアクアナンバリングライブ、劇場上映会の開催が決定いたしました。これはすごいですね、うん、アクアのファーストライブから、うん、フィフスライブを上映するということでございます。なるほどね、すごいですね。ちょっと前までやってたもんね、うん、シネマエクスペリエンス、エクスペリエンス、あれはね、ファーストライブの上映を各チームね、各学校やっていたけど、うん、今回はセカンドからフィフスが見られるということで、すごいね、見に行きたい、行けなかったよ何今ギャルみたいな人ギャルだったね、見に行きたいえ、いつ行くみたいな今暇でもこうセカンドからフィフスまでって言ったらさ、うん、やっぱ、うん、フォースの東京ドームとかの公演見に行きたいなって思っちゃう、うん、あ、まあ、そうだね、確かに確かに、東京ドームやるわけだしね、あれなんかいっぱいやるんだけど、偉い人お願い、じゃあ無理に行きたいし、もう見たいでしょ、ね、もうこっそり行くしかないもん、それはポップコーン食べれるから、あ、そう、いいかもね、あったな、いいね、懐かしい、ね、この機会にぜひ劇場の大画面でご覧ください、はい、うん、上映日程とか劇場などの詳細は公式サイトをご覧ください、うん、ということでたくさんの情報を発表させていただきましたけれども、うんうん、いや会場で発表できたのが一番嬉しかったよね、やっぱ ね本当に、でもさ、もう本当情報量多すぎて絶対会場だとパニックになってる人いたと思うよ、うん、そうね、なんかこれもあれもみたいな、うん、びっくりしちゃってるからね、うん、びっくりだよ、だってなかなかアクアとしてのお知らせもさ、うん、なかった時もあったじゃん、うん、まあそうだね、なんかだけどこうやっていっぱいまたお知らせがすることができて本当に良かったなって思うし、嬉しいなっていう気持ちがいっぱいですよ、うん、引き続きね応援していただけるように頑張りたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、お願いします。皆さんからのお便りを紹介する裏の星女学院投書箱のコーナーです。投書箱やばいねお便り読んでいきます。リトルデーモンネーム鹿から生まれた小島さんからいただきました、ありがとうございます。1年前からアニメを見ることにハマり、うん、その時にラブライブサンシャインに出会いました、嬉しい、アクアの魅力に引き込まれた僕は、うん、
もっとアクアのことを知りたいという一心で今までのライブブルーレイをすべて買い、お家で鑑賞していました、うん、そして迎えたオーシャンステージ、うん、現地参加。いざアクアの皆さんに会うと画面の中にいた皆さん以上に可愛くかっこよく、うん、そして輝いているアクアがそこにはいました、うん、アクアの輝きに一緒に参加できたことが僕の何よりの誇りです。これからも応援していますと。嬉しい、すごいね、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、うん、はい、じゃあ続けて、うん、カンカンミカンネームひらがなでおさゆさんです。ありがとうございます。オーシャンステージ2日間とも参加いたしました。ありがとう。小学6年生の頃からずっと応援していて、うん、高校2年になって、ようやく実際にアクアちゃんに会いに行くことができました。1曲目から感動です。ごく心がウキウキして、アクアちゃんが目の前にいることが本当に幸せで最高な空間でした。憧れのブレードを持って海を作ったり虹を作ったりと感無量でした。ありがとう、これからもずっと大好き、ハートといただいてます。しかもさ、大好きの後のびっくりマークがね9個。そうだね、ぴったりあるね。嬉しい、かわいい。9個、これ9個だよ、9個だ、9個すごい細かく見てえ、待って、6年生から高2ってもう6年じゃん。そうだよ、やっぱ成長しちゃうんだ。そんなに、そうだ、人って成長する、ね、人って成長するね、ね、成長してる、ね、成長してる、ね、すごいな、ありがとうございます。すごいね、なんか新しくね応援してくれるようになった方がライブに来てくれてるって本当に嬉しいよね。嬉しい、なんかやっとの思いでやっぱ来てくれてるところもあるじゃない、なんかこういうご時世柄もあって、ね、大変な世の中だからね。そうだから、それでもこうアクアのことを感じてもらえる場があるってことはありがたいよね、ありがたい。これからもね応援してほしいね。そうだね、頑張ろう、うん、嬉しい、ありがとうございま す,、はい、います。じゃあ続いてコードネーム薬師寺さんからです。ありがとうございます。オーシャンステージでグーリンパが歌うパーティーパーティーパパパパーティーはとにかく可愛くて楽しくて、まさにパーティーって感じでした。衣装も可愛かったですし、最後のセリフパートもオリジナルになっていてニヤニヤが止まりませんでした、うん、今回のセリフはどのように決まったのかお聞きしたいです、うん、ありがとうございま す,、うん、ございます。じゃあちょっと続いて、はい、うん、リトルデーモンネームリルレロさんからありがとうございます。大好きなパーティーパーティーパパパパーティーが聞けて本当に嬉しかったです、うん、お盆を持った可愛い振り付けを目に焼き付けたく、うん、ライブ後のアーカイブでも何回も見ちゃいました。おー、いただきました。ありがとうございます。いい曲だからな、この曲。そうそうそう、いい曲だよね。何でもありなパーティーの歌だから。そう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 、今回はバレンタインが近いから ね, ね、バレンタインパーティーということで、でもあれ本当本番の1週間ぐらい前に大きいちっちゃいハート3つと2日目は大きいハートのプレゼントを作りたいですって言ったら、うん、そう、あんな素敵なのをね、すごいことだよ。会場に行ったらさ、そう、でかってなった、うん、明日届きますみたいなこと言ってて、ね、明日届きますって言ってたね。すごいよね、嬉しかった。私ちゃんと写真撮ったよ。何撮ってたね。そう、なんで私撮れなかったんだけど。私も撮れなかった。パタパタしてたから。パタパタしてた。あ、ほら、私6曲ぐらい待ってたから6曲ぐらい待機してたからかな。割とね、でもね、あたふたはしてたけど、みんなね、多分ね、多分、そうそうそう、うん、私結構なんか時間を持て余してた、うん、そんなことないっすよ。違う違う、みんなを応援しながら今がチャンスと思って、ね、せっかく作ってもらったからね、写真撮ってた。いや、すごかったよね。マリさんが撮ってくれてたからよかったって、うん、あ、ね、思った思った、あ、よかったと思って、あ、そういえば撮り損ねちゃったなと思った。そうそうそう、でもあれ1回しか使わないのもったいないから、また使いたいね、いつかね、 どっかでね、うん、バレンタインじゃなくても使えるから。そうだね、確かに。ハートってだけで、そうそうそう、うん、だってね、ハートっぽい曲いっぱいあるもんね。 あるあるある。いつ出す、できるよ。いつ出す、いつ出す、どうする、どうする、楽しみにしてる。後で、後で返しててありがとうございます、はい、ありがとうございます。カンカンミカンネームひらがなでしんのすけさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。アクアシックススラブライブ、うん、オーシャンステージで一番印象に残った楽曲はアクアパイレーツデザイアンです、うん、シュカさんの巨大なフラッグを振り回すパフォーマンスはスタンドから見ても圧巻でした、うん、アクアのパフォーマンスは本当に進化し続けるんですね、うん、といただいてます。ありがとうございます。続いてコードネームシンディさんからです。ありがとうございます。アクアシックススラブライブ、オーシャンステージで特に印象的だったのはアクアパイレーツデザイア、デイドリームウォーリア、君の瞳をめぐる冒険の3曲です、うん、どの楽曲もすごくかっこよさが際立つ曲でしたが、新しい衣装がよりかっこよさを引き出していて、うん、メンバーそれぞれがアクア史上1でかっこいい表情をしていたと思います、うん、皆さんはフラッグを使っ
ったパフォーマンス、キレキレのダンスなどかっこよく見せるためにこだわったところはありますかと、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいですね。嬉しい、かっこいい役をねまた存分に見せられたのも良かったなと思うけど、うんうんうん、そうだね、うん、なんかね、うん、うちにはやっぱりさヨハちゃんとか、まあ、ダイヤさんとかもそうだけどさ、うん、かっこいいに触れるメンバーがいてくれるからさ、うん、そうだから多分アクアとしてこういうかっこいい曲ができるんだろうなとはすごい思うよね、うんうん、存分にかっこよくできるようになって、そうそうだね、私的にあのクールな曲の時のおすわの表情、うん、よくない、うんうん、いいよね、いいよね、スンスンってしてる、スン結構いいのよ、見下してる感じ、うん、なんかぜひね皆さんにもねちょっと注目してみてもらいたい。かっこいいのよ、いい顔してるの、うん、配信だとよりね細かく見れるからね、そうそうそう、それもいい時代ではあるよね、いいよね、なんかねなんだかんだ会場はもちろんなんだけど、うん、配信は配信の良さもあるからね、うん、会場で見てまたね、うん、そうそうそう、配信でも見るっていうのが、うん、生の音を楽しんで、うん、お家でよりメンバーの顔を見たりもできるからね、うん、だからそれがすごいよね、いいよね、うん、なんかとってもいいことができるのでね、はい、いろいろと見ていただけたらと思いますね。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて、続いてリトルデーモンネームマナさんからいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。涙じゃない、うん、はずっとライブで聞きたいと思っていたので、うん、披露してくれて本当に嬉しかったです、うんうん、落ちサビで会場が真っ暗になり、うん、天井には満天の星空が広がっていましたね。それな、3年生から始まるパートで星空の演出というのがテレビアニメを思い出させてエモいなと思いました。エモい、エモいよ、エモいよ確かにね、特殊ではあったもんね、うん、今までになかったよね、うん、はい、あ、じゃあ続いてカンカンみかんネーム下焼けピースリークさん、うん、からいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。涙じゃないではこれまでのアクアの歩み、そしてこの2年間の大変であっという間だった時間を思い返すような歌詞に心を打たれ、今まさに心が一つになったこの時を忘れないようにしようと強く思いました、星空のように散りばめられた照明と、うん、ブレードの光に包まれて歌う皆さんの姿が幻想的で、うん、胸の奥が温かくなりましたといただきました、うん、ありがとうございま す。はい、続いて、うん、コードネームゆめかさんからです。ありがとうございま す。涙じゃないの、季節はいつも駆け足なんだ、気がついたら通り過ぎてる、もう二度とは来ない、だから愛おしい、でステージのアクアの装飾に光が灯り、次の未来チケットでは未来を照らしたいと歌ったアクアがすごく印象的でした。うん、いいね、この曲はさ本当センターステージで歌うことによってより映えるよね、まあそうだったね、だし、うん、青ちゃんの衣装でこれを歌ってんのが良かったエモ曲、私たち的なそのエモ曲、うん、結構青ジャンの衣装で歌うこと多くない？なんかサードの時かな、奇跡光るとか、あそうだったかもしれない、青ジャンの衣装で歌った気がするな、センターステージで、しかもなんか青ジャンすっごい歴史あるんだよね、積み上げてるんだよね、めちゃくちゃ、ね、なんかやっぱ戦ってきた服だよね、確かになんかやっぱその歌った順番とかもめちゃめちゃなんか良かったし、ミラチケもなんか良かったな、やれて良かった、うん、いやね、ミラチケはね、うん、やっぱ名古屋でっていうことの意味もすごい強かったもんね、なんかやっぱちゃんとナンバリングのライブでミラチケを名古屋でやれてなかったから、うんうん、そうだね、うん、嬉しかった、うん、めちゃくちゃいいタイミングだったし、うん、いいきっかけだったよね、うん、よかった、涙じゃないからのさ、うん、ミラチケの流れもなんかどういう感じかなって最初はみんな思ってたけどさ、うんうん、すごく結果的にね良かったよね、綺麗だったね、そうだね、明るく終われて、そうそうそう、すごい良かったですね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、うん、皆さんたくさんのメールありがとうございました、はい、それでは一曲お届けしたいと思います、うんうん、はい、お届けするのは高見知佳、黒沢ダイヤ、はい、津島よしこで、はい、パーティーパーティーパパパパーティーです。ありがとうございます。はい、もうね皆さん、はい、もう聞けばわかるでしょうという聞けばわかるでしょう、伝わるでしょうというこの楽しさ、そう、はい、はい、ぜひライブの様子を思い出しながら聞いてください。はい、それでは聞いてください、高見知佳、黒沢ダイヤ、津島よしこで、パーティーパーティーパパパパーティー、本で見たよ。
らせです。ライブ情報。3月5日土曜日、6日日曜日にベルーナドームにて開催したアクア6スラブライブくるくるロックンロールツアーサニーステージの有料配信が現在アーカイブ配信中です。配信期間はデイ1公演は3月11日金曜日まで、デイ2公演は3月12日土曜日までとなります。詳細は公式サイト内6スライブ特設ページをご覧ください。この機会をお見逃しなく。続いてブルーレイ情報。今月3月29日にラブライブサンシャインのテレビアニメシリーズと劇場版を一挙収録したブルーレイボックスが発売となります、うん、アクアの新規取り下ろし楽曲ジェムストーン出会いが特典として収録されるほか、うん、ボックスはキャラクターデザイン室田雄平さん書き下ろしイラストを使用した特製収納ボックス仕様となっています、うん、新曲ジェムストーン出会いは YouTube にて視聴動画を公開中ですので、ぜひチェックしてください。初回限定生産商品ですのでご予約はお早めに。はい、そして CD 情報です。先ほどもお知らせさせていただきましたが、アクア6スライブウィンディステージ東京ドーム公演のテーマソング CD 何度だって約束を4月13日にリリースいたします。6月25日土曜日、26日日曜日に開催する東京ドーム公演のチケット最速先行抽選申し込み券も封入されていますのでお見逃しなく。そして4月17日にはソロコンサートアルバム第2弾ラブライブサンシャインセカンドソロコンサートアルバムザ・ストーリー・オブ・フェザースターリング渡辺陽がリリースされます。テレビアニメシリーズを中心とした楽曲のソロバージョンに加え新曲1曲が収録されますので、ぜひチェックしてくださいね。以上お知らせでした。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオゴーリンパッ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。あっという間だったね。あっという間、お知らせが本当モリモリモリだったんだよ。今日いっぱい喋りたかったけど、もう盛りだくさんするね。でもさ、やっぱここで皆さんに改めてね、情報整理してもらって、うんね、また楽しみにしていただいてね。そうだね、うん、そうだね。で、連続してグーリンパでもお届けしてまいりましたけれども、はい、グーリンパここでおしまいでございます。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しい、オリンピック周期でまた来ますね。またね、4年後。やばいや、ね、お呼ばれしたらグーリンパでも ね、はい、ねまた来たいと思います。覚えていてください、はい、私のことを忘れないでください忘れないでくださいということで、それでは今回のラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオはここまで。お相手は黒沢ダイヤ役小宮有沙と、対馬佳子役小林愛香と、高見千佳役稲見杏樹でした。ラディオーズラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ、この番組は2017プロジェクトラブライブサンシャインの提供でお送りしました。